はい、本日はですね、レインボーサンダルの経年変化を見てもらう動画となっております。レインボーサンダルっていうのはですね、アメリカのブランドのサンダルのブランドになってるんですけど、そのサンダルのブランドっていうのがですね、よく一般的にあるようなゴムのビーチサンダルとかではなくて、レザーの革のサンダルになってて、使えば使うだけ味が出てきて、エイジングが出てきて、でさらに愛着も出てくるし、長持ちもするっていう風に言われてるブランドになってるんですけど、それを僕が1年間着用して、どれぐらいの経年変化があったのかっていうのを、早速見てもらいたいなというふうに思うんですが、買った当初っていうのがですね、こんな感じで綺麗な茶色っていうことになってて、よーく見たら若干足の指の跡っていうのが若干見えるとは思うんですが、それがですね、1年後履いていってどういう感じになったかっていうところを見てもらうんですが、早速今ここにあるので出したいなと思います。ではですね、これがこのレインボーサンダルなんですが、ちょっと裏側を今見てもらってるんですが、それでも結構今もう擦れてる跡はあるんですが、この表側というか足が当たるところはかなり経年変化しますので、そちらを見てもらいたいなと思います。ではこちらです。じゃん、はい、というこんな感じで色がはっきり変わってると思うんですが、僕の足の形っていうのがよくわかるようになってると思いますし、たった1年でもこれぐらい味が出てくるっていう感じになってます。でですね、僕は去年これ5月から9月まで毎日履いてて、1日も欠かさず毎日履いてたっていう感じになってるので、これぐらい経年変化が出てるんですが、普通の方であればやっぱり土日しか履かれへんとかっていうのはあると思うんですけど、結構頻繁に履けばこれぐらい変化は出てくるっていう感じになってます。でですね、早速これを1年間使って良かったところっていうのをお話していきたいなというふうに思うんですが、このレインボーサンダルがですね、もともとすごい特徴があって、足の形を覚えるサンダルって言われてて、どういうことやねんっていう感じなんですが、足の形を覚えるって、これレザーやから足の形を覚えるんかって言ったらそうじゃなくて、中に低反発のクッションが入ってるんですけど、それがですね、人によって足のかけ方って内側にかかる人もおれば外側にかかる人もいてると思うんですけど、僕の場合結構内側にかかるタイプになってるので、そのクッションが足の形っていうか重心のかけ方を覚えて、そのように沈んでいくっていう風になってるので、僕の方がですね、こういう風に見てもらったら分かるかなと思うんですが、ちょっと内側に沈んでいってるっていう感じになってるんですが、これが僕の足の癖になってて、その癖がしっかりこのサンダルに刻まれているということになってます。なので必然的に自分好みというか自分の足の形にフィットしていくっていうことになっているので、もう今となってはスッて履いた瞬間もう、オーダーしたかのような履き心地っていう感じになっててですね、もう今では手放せないっていうことになっているので、一つ目のいいところっていうのはそこかなと思います。で、二つ目がですね、この見てもらってたら分かると思うんですけど、ちょっと質感というかレザーの質感がマットな質感になってると思うんですけど、これ実はですね、トップグレインレザーっていうレザーを使ってるんですけど、トップグレインレザーってなんやねんっていうことなんですが、牛の皮を使ってるんですけど、その中でも一番外側にある皮を使ってるので、よーく見たら傷とかちょっとあるんですけど、何かって言ったら当たった時の傷とかが残ってて、その一番外の皮を使ってるので丈夫やし、なおかつ質感がマットやから足がスッと入るような感じになってるんですけど、それが良かったなという感じになってるので、サンダルって素足で履くものなので質感がいいっていうのも結構大事やなと思いますし、それこそ外側ってなってるのでやっぱ強度もあるので、多少別にガンって突っかかったりとかしても別に全然問題ないと思いますし、それこそサンダルに問題が起きるような突っ込み方したら足が怪我すると思うので、それぐらい頑丈にできてるっていうところが良かったかなというふうに思います。元々の色ここの色なんで、この色がここまで変化してるのでかなり変わってますよね。で、次がですね、ダブルレイヤーであるっていうところなんですが、ダブルレイヤーって何かっていうと、このクッションが二重になってるんですけど、もともとシングルレイヤーっていうのもあって別で、これはダブルレイヤーになってるので二重構造になってて、その分クッション性がいいので、僕今まで履いてたサンダルってどうしても足疲れるというか足が痛いっていうイメージがあったんですけど、このサンダルはほんまに毎日履いてても足痛くならなかったんで、クッション性はめちゃくちゃいいなっていう感じで思います。レインボーサンダル全部がダブルレイヤーではないので、シングルレイヤーになってくるともしかしたらちょっと足が痛いかもしれないんですが、僕はこれダブルレイヤー二重で作られてるそうなので、それがクッション性が良くて、全然足とかが痛くないっていう感じになってます。本当感覚としてはスニーカー履いてるぐらいの感覚で履けるので、全然クッション性とかは問題ないかなと思います。それはハイテクスニーカーとかに比べると全然負けると思うんですけど、バンズとかとはあんまり変わらんっていうぐらいのクッション性かなと思います。そして4つ目がですね、これ結構人によって分かれるんですけど、ケアがいらないっていうことになってて、なんでこれ可愛いのにケアいらんねんっていう話なんですけども、やっぱり足って必然的に実は油とかが出てて、でその油で人間の足の油でしっかりオイルというか乾燥しないようになってるので、その人間履くだけでいいというか
履けばメンテナンスしてるのと同じっていう感じになってるので、まあ、唯一その例えば9月とかからもう全く履かへんってなって長期で保管するときだけ、まあ、オイルとか多少塗った方がいいと思うんですけど、まあ、それ以外は人間の皮脂が出てるので皮脂がこうオイル代わりになって皮を潤してくれるので全然あの手入れがいらないっていうことで、僕はあの昨年の5月から9月まで1回もオイルは塗らずに履いてたっていう感じになってますので、まあ、その辺とかも手入れが好きじゃない方からしたらおいいやんっていう感じだと思うんですけど、まあ、そういう手入れが全く必要ないという感じになってます。でただですね、まあ、僕はこれ1年履いてて逆に悪いとこというか、まあ、いいとこもあればちょっと微妙っていうとこもあるので、まあ、そのお話をしていくんですが、悪いところっていうのはですね、まあ、僕は1点ちょっとあるんですけど、まあ、それ何かっていうとですね、やっぱりゴムのサンダルと比べると、まあ、例えば海とかでも僕これ履くんですけど、海で履いたりして濡れたりとかしたらやっぱ乾くのがちょっと遅いっていうのは仕方がないかなと思います。まあ、ゴムのとかは濡れたとしてもすぐパッパって払えばもう乾いてると思うんですけど、やっぱレザーは乾くまでにちょっと時間がかかるので、まあ、その辺に関してはやっぱり乾やから仕方がないかなとは思うんですが、こう濡れた状態で海とかで遊んでて、で帰る時にこれしかなかったりしたらやっぱり足はまだ濡れてるっていう感じになってるので、まあ、まあそこは仕方ないかなと思いますし、まあそれが嫌やにやったら替えのサンダル持っていけっていう感じなんですが、まあ、僕はもうこのサンダル、まあ、一足しかこれしかないので、まあ、替えるまで着替えてから替えるまでこう天日干しで乾かしたりとかするんですけど、まあ、それでもやっぱ若干は濡れてるかなというふうに思います。でちなみにレザーやのに濡れていいのっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、先ほど言ったみたいにトップグレインって言って一番外側のあの皮を使ってるっていうことなんで、一番外の皮ってやっぱりあの牛とかでも濡れると思うんですけど、まあ、そういう部分で言ったら、まあ、皮やからあんまり濡れるのは良くないんですけども、それでも濡れだからって言ってそんなに劣化するっていうほどもないので、僕は全然このままシャワー浴びたりとかして全然濡れたりとかしても全然気にしてないんですけど、まあ、それでも全くひび割れとかが出てないので、まあ問題ないかなというふうに思います。でですね、まあ僕としては一応それぐらいしか、まあ、悪いとこはないんですけど、あの友達とかから聞くともう一点あってですね、まあ僕は該当しなかったんですが、これやっぱりレザーなので最初ちょっと靴ずれするっていうのがあるみたいで、人によってはちょっとこの鼻緒のとこですね、こことかは柔らかい革なんで下とかも大丈夫なんですけど、この鼻緒の部分っていうのがですね、めちゃくちゃ丈夫に作られてて、あのパラシュートの素材とかであの使われるぐらい丈夫な素材を使ってるっていうのは、あの壊れないっていうところがいいんですけど、まあ、逆に言えば馴染むまでもちょっと時間かかるっていうところみたいで、この足の鼻緒の部分がちょっとやっぱ靴ずれするっていう方もいらっしゃるようです。まあ、ちなみに僕は一切靴ずれせず履いてるんですが、それぐらい逆を言えば丈夫なナイロンを使ってるけど、まあ、それがゆえにちょっと靴ずれする方もいるということのようです。はい。ということで、まあ、1年履いてみた感想っていうことなんですが、もうこのサンダル自体がですね、10年履けるサンダルっていう結構歌い文句があったりするぐらい、まあ、長く持つっていうことなんで、去年から1年間でまあこれぐらい変化があって、まあ、こっから先の変化って多分そんなに大きくはもう変わってこないと思うんですけど、まあ、ここからあと9年ぐらいは履けるんかなというのがまあ楽しみなんですけど、まあ、どんな感じなんかなというふうには思ってます。でちなみにですね、この鼻緒の部分が取れるっていうのは10年ぐらい履かないとないみたいで、まあ、それぐらい丈夫になってて、まあ、ガンガンあの気にすることなく履けるというか、デリケートに扱う必要がないというか、やっぱ革ってどうしてもデリケートに扱わなきゃイメージなんですけど、まあ、これに関してはまあ濡れても別にええし、もうガンガン履いてったらいいし、砂ぼこり浴びてもええしみたいな感じで履いてて、でさらに手入れも必要ないので、まあ、履けば履くほど手入れしてるのと一緒っていう感じなんで、まあ、これはあの1年間経ってみて良かったなという感じでは思ってます。で、まあ、僕自身もこれはめちゃくちゃ気に入ってるので、他にサンダル買うつもりないですし、もうこれ一足があればいいかなって今のところは思ってます。はい、ということで見てみたんですが、まあ、この詳しいあのこのサンダル、レインボーサンダルの説明っていうのはですね、別動画で1年前にやってますので、まあ、そちらを見ていただければいいかなというふうに思うんですが、まあ、それを見ていただいた視聴者の方からめっちゃあのサンダルいいですねっていうお声何件かいただいてて、でまあ、僕も結構気に入って履いてるので、今ぐらいから履いておけばちょうど夏ぐらいにかけて自分の足の形ってできると思うので、今ぐらいから履いておくっていうのがいいんかなというふうに思いますし、それこそレインボーサンダル持ってはる方とかやったら、あの親とかにも履かさへんっていう方もいらっしゃるみたいで、やっぱ人に履くと足の形変わっちゃうので、自分の足しか入れへんっていうこだわり持ってはる方もいらっしゃるみたいなんで、まあ、そんな感じでどうせ使うんやったらボロくなるんじゃなくて、まあ、味が出てくるっていう、まあ、服の楽しみ方もいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、本日はレインボーサンダルの経年変化を見てみたという動画になってます。以上ありがとうございました。